上体上げてそこからドライブ、リズムを変えてね、しっかりリズムを変える、リズムを変える。今日は福岡第一高校に具体的にどんなそのトレーニング、まあ、クリニックをする予定なんですか？ピックアンドロールっていうところがあるんで、まあ、それと彼らは今後もバスケットを続けていく中でしていた方がいいんじゃないかって思うようなことをいくつか教えれたらなとは思ってます。楽しみに僕らもさせてもらいますので。はい、僕も楽しみにしてます、はい。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ラスト、今の同じ動きで、ステップイン、ロール、フェイク、ステップイン。もう一種類は、ロール、フェイク、リバースタート。OK？ 一人二回ずつやったらおしまい。レックスルーからパスが速ければオフェンスにアドバンテージがあるから、キャッチするときは、人に投げて、これなしで、レックスルーして、リードパスは絶対なし、OK、キャッチする瞬間の、ミートは OK だから、もっとやっていい、もっとやっていい、もっと、もっとミートして大丈夫、OK、これは OK。で、ディフェンスは人に行くのか、スペースに入るのかは駆け引き。オフェンスはキャッチしたときにディフェンスを見て一番いい選択でシュート行こう。 OK？ はい、そう、行こう。
3対2だから、点数はどこに行っても大丈夫。オエスは判断して、状況判断して、スコア行こう。で、ちょっとやってみる。必ず一人はノーマークになるはずだから、できるだけペイント狙おう。ペイントそこから外にキックアウトしてノーマークのシュートは全然ありだけど、一人少ないんだからそこのアドバンテージをしっかり取ろう。 OK? はい、行こう。Come on.